おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。えー、これは一種の文化論でありまして、米田明夫さんという、えー、キリスト教系の方であります。畜麻書房から出ております。はい。こう、聖書のイエスとトラさんを重ねるという機種の文化論かなと思いつつ、こう、読んでおります。そうすると、不思議なことにやっぱりなんとなく重なってくるんですな。うん。これやっぱり宗教関係の方怒られるかもしれませんが。 前やなんか法然のこと語ってて京都のお坊さんからなんかボロクソ言われておーありましたね結構落ち込んだじゃんはいプロフェッショナルの人からねな知らなくせ偉そう言うなって言われるとかっくるくるよねなんかねそんな意味で言ったんじゃないんだけどっていうね、えーえー、俺とやっぱちょっと考え変わったはい変えてくれたのはね内田先生だけど、うん、よくないねなえー、何がですかあの、うん 宗教関係の人が、お、俺は法然の専門家だよって名前知らないくせにラジオで前喋っちゃいけないよって言うじゃん。うん、やっぱそういうのよくないよな。<laughs> あの。<laughs> あの、本当に。ま、何が本当で、何が正しいっていうのは分からないですからね。あなた、カンさんの言う通り、内田先生が言ってる中でね、あの、ユダヤ教にそういう考え方があって、その宗教関係の人が神様を独り占めしないで、絶えず、うん これはこんな風にも読めるねって言いながら新しいアイディアをバンバン出していこうっていうアイディアがユダヤ教にあって。うだから、米田さんという方がトラさんが大好きで、この人はもちろんキリスト教系の方なんですけども、こういう斬新なアイディアって絶対必要だよね。 トラさんというのは創作上の人物ですから、山田洋次監督とか主演の厚見さんのインタビューをやればいいんでありますけども、この著者はそういう方法を選ばなかった。はい、で、あの、男は辛いよ風天のトラのシリーズの映画を見て、その印象を聖書に探して重ねてるんですよ。うーん。だから、いや、それは、とかって、 あ、あなたのものの見方であってって言いたくなるんですけども、やっぱね、面白いんですよね。トラーさんの中にイエス・キリストが映り込んでいる。あまりにもこう、気を照らいすぎる発想と思いつつも、この米田さんの視点を借りれば、両者が思わず似ていることにうなずかざるを得ないという,うわ。ちょっと全然まだ想像がつきません。 この米田さんがおっしゃる指摘で思わず頷いてしまうのは、両者に共通するもの。それは、聖なる無用性。え、無用性うん。無用。あ、い、いらないの無用性。そう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 。はあ<う>。無用。聖なる無用性。その、聖なるっていうところが、すごい呼び名ですよね。うんはい、無用性とはイエスにおいて、父なる神を語ること、その愛を人々に、 伝え、施すことである。愛を施すのである。愛を施すこと。それは、触れることでなく、寄り添うことである。虎トラさんは絶対に触れないんだよね。うん、愛の対象に関しては。そうですね。で、トラにおいての無用性は何かというと、土政人の自覚。うん、義を伝え、施すことである。うん、義を施すとは、トラからその人への贈与。 贈り物であって、逆はありえない。うん、その人が何かをトラさんに返そうとすると、トラさんは旅に出るというね。トラ、はい、もまた氷を激しく憎む人であったという。うん、この両者に共通するものは無用性のみでなく、その物語性。山田作品は監督自らが、 庶民的であらねばと発言するために、いかにも、え、世話者、浮世人情者との印象を受けるが、彼の作品の物語は強い再現性、つまり、繰り返し上映や放送される強さを持っている。うトラさん見ると、はい、思い出すよね。見てた頃の自分を。なん何でかわかる。これ、山田洋二という人の映画の手法です。 山田作品はね、ノイズが多いんですよ。ノイズあのね、山田さんって映画の画面の中に、その現地の人、現場の人を使うんですよ。ああ、はいはい。だから、例えば、上野駅を、の雑踏を歩くトラさんを撮影するときに、うん、それはもちろん全部ではないにしても、うん、奥の方は、街に住んでる人を使っちゃうんですよ。 あそうするとその人たちがその時代のノイズとなって流れ込んでくるんでん映画という芸術性からは離れてしまうんだけども、うん、ものすごい懐かしさをそこに生活感がありますからね。山田陽次監督のやつは再現性なんですよ年代が蘇ってくるなるほど。 この辺りからちょっと入っていきましょうね。うんはい、この続きまた明日のまな板の上で。武田哲也今朝の三枚ろしおはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷奏です。トラさんとイエスのこう共通点をというね、はいえまあ。作者の方は米田昭夫さんというくま書房から出てる本でありますが、え昨日は聖なる無用性の話から話を始めましたが、はい、今日は私自身もぐらっと来た。 あの、話題でありますが、ええ、2011年3月に道のくあ、東日本の大震災があり、ええ、あるいは福島県での原発事故がありまして、日本が天野湾や。はい、ほんで、仮設住宅が、はいで、その仮設の中で打ちしおれていく人々、なんとか励まそうといろんなことを考えまして、ある方が仮設住宅の公民館、集合場所にプロジェクター持っていくんだ、ね、よ。 見たい映画があったらというんで。<ー>で、それは、岩手、仙台、福島あの仮説で全部行われたんで。はい。見たい映画ナンバーワン。あ<ー>もうわかるよね。寅さんだそうなんですよ。うん、それは、あのー、避難所の人たちが、こう、娯楽を求めて映画で寅さんを指名したという、うん、そういうふうな見方もいい,い,いです。 気分転換でトラさんが見なかったんだ。それで結構って。はい、ところが、米田さんは、家をなくし、身内をなくし、ふるさとをなくした人々が、すがるようにあの人を見たいっていうのは、気分としては、宗教と同じではないかと。その宗教で神にすがるがごとく、トラさんの姿を人々は求めたのではないか。はい。 そこにこの米田という人は、トラさんの中にイエスと同質の宗教性を感じると。これはね、私ちょっと、うなってしまいましたね。うそうなんだよね。人生でピンチの時に見たい映画ってあるんだけど、うん、そんなに何本も浮かぶもんじゃないよね。そうですね。多くの人がトラさんにっていうのは、トラさんの中にもしかすると、その、 ある宗教性が映り込んでた。はい。これはね、考えました、かなさん。なんでトラさんに宗教性を感じるんだろう。うん、これは武田さんすごいとこ見つけましたよ。これは鉄野論ですか鉄野郎です。はい。鉄野郎ちょこっと、ごまのようにまぶしましょう、ね。はい。トラさんに宗教性があるのは当たり前ですよね。だってトラさん、いつやってたいつやってたうん、上映は。ええー、なになにえ やってた盆と正月だよ。そうかこの日本人が妙に宗教的な顔つきになる二つの季節。盆と<ー>正月。うん、そこにトラさんは現れるんです。そうですね。うん、おい。確かにそうだよね。えー、そしてもう一つ、これは米田さんがおっしゃってるんだけども、日本人を引きつける物語。 これは神話の形式をとると。うトラ、うん、さんには神話の形式がひ潜んでいると。はい、この物語の主人公たちの背負っている神話説話の形式。それは高い身分の方が何かの手違いでとってもこう低い身分の人たちのところに流れていって最初は醜いアヒルの子として扱われるんだけど、うん、ほっ 違うあんたはやっぱり白鳥の騎士だなんて言いながら。はい。トラさんもそうなんです。おお<ー> <laughs> まだポカンとしてるからもうちょっと続けますよね。はい。尊き身分の方が運命のいたずらで、卑しき人々の低い身分の人たちの世界に紛れ込み、流浪し、元の身分に復帰するという。うん、これが、あの、神話形式ですな。はい。 そのすべての条件を満たすのが日本の物語の中ではトラさんだけですト。トラさんトラさんは身分の高いところから降りてきた方なんですかあのね、カナさん、物語っちゃ面白くてね、真反対にすると同じ形になるんですよ。ええー、どういうこと真反対うん。あの、これは厚みさんが俺に <laughs> 昔話してくれたんだけど、えー。 あの、新聞に、石原祐二郎主演の日の当たる坂道の、その、あらすじが、え東京山の手の一角に、あの、やんちゃな無謀な青年がい,い青年が巻き起こす騒動を描いた映画であるっていう。うん、うん。これの、これを真反対にすると風天の虎になる。 東京の下町で、無謀な中年男の、騒動を描いた一本である。形は全く同じなんです。うんうん、ただ、真反対なだけなんです。うん、それで、すごいことは、イエスもそうですが、これ米田さんが見つけて俺も驚いたんだ、はい、イエスもそうですが、トラさんもそうです。イエスは最後どうなりましたえ貼り付けに。かわいそうね。そして、 貼り付けでは終わらないでしょ蘇る。蘇ったでしょうん、トラさんもそうです。トラさんって最後どうなりますっけトラさんはテレビで一回ハブに噛まれて死んでるんです。え<あれ> <laughs> それで、あ<ー>復活したんです。あれ待って、なんで復活したんでしたっけあんまりにも評判が良くて、抗議の電話が殺到するんです、<ー>フジテレビに。 はあ、何も殺すことはないじゃないかって。そんな悪い奴じゃねこれ見たことないでしょ泣けるよ <laughs> あか、この話してあげようね。あなた方時代全く知らないんだね。だ私がそ復活をね、目撃した、あの、あれですよ、エレセレムの人と同じなんですよ。<laughs> イエスの復活は見てないんですが、トラさんの復活は私、この目で見たから、<ー>あなたにお話ししましょう。この次また明日の物語。 武田哲也今朝の三枚おろしおはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷香奈です。そうそう。その話をしなきゃダメだよね。はい。いや、私、<ラ>テレビ版のトラさんって、見たことないので。トラさんも、新規<ー>がある。トラさんはね、富士テレビで連続で始まるんで、あのた、うん、あれだよ。主題歌でだよ。うん、ほんで、本物の、ちょ、ちょっと役座がかかってるの、ね、よ。うん、あの、映画ほど清潔じゃなくて、うん、ちょっと渥美さんの目にも、 っきがあるのよ。<ー>若いから。ええ<ー>。めてんじゃねえよ。表に出なわけえの。っていうよな。っきがある。はい。妹桜これが長山愛子さんなのよ。ね、へえ。違うんだ。うん、梅昇さんじゃないんだ。梅昇さんじゃない。で、一番最後、蛾次郎さんだったから、佐藤蛾次郎さんと一緒に、うん、バイで使うハブを捕まえに、奄美大島に行っちゃうのよ。はい。もうこれ最高におかしいの。おうもう、渥美さんが喜劇人で、 ともいたずら盛りの頃だから、もうアドリブね、とわかるの。へへで、船がガーッと揺れてて、奄美大島に着く前に、ガジロウが船酔いしのゃうの。うん、あ、もう気持ちがっ,って言ったらね、当てつけみたいにカツ丼食べるの。あほら、見ろ来らってな。そんで、ばーっと食べようと、あと、厚見さんがじーっとガジロウの顔を見てて、もうほらしば、5分間ぐらい笑ってたんじゃないかな。ちっちゃい声で。おい。 俺もちょっと気持ち悪かったっていうのが、おっかしくてさ。はい。ほんで、森の中行って、いわゆる熱帯雨林の中に入ってって、あっあれいました、ね、今下でハブが、この野郎って言いながら、トラさんの一人芝居なの。じーっとキャメラはフィックスで待ってるだけ。もう暗い画面で白黒だからね。照明も良くないから。ええ、ほんで、あっこの野郎牙向き合ったら、この野郎,っ,の野郎って言いながら、トラさんがハブとこう、 蝶々箸でやってんのがすっごいおかしいのよ。<う>あんたからやらせ、ペル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 、舌タちしやがって、みたいなのがあって。<laughs> こらとかっつって頭をコツンコツン叩いてるのがわかんのよ。<う>そのうちにトラさんがと、あれ噛まれちゃった。って言うんだよねえね <laughs> こっちは笑いながら見てるから笑いが収まらないのよ。<う>厚あつみさんの演技もすごいから。そしたら、そっからあつみさんの開演。毒が回って、舌がゆっくり調ぶ、 しびれてくるところを演じるのよ。ほう<ぁ>。あっ、あっ、ただらばっこしない、とかって言いながらさ。だ、だめだ、これ <laughs> どま、はっきりっ,った。死、死ぬわけだろは,はい。ガジロウはもう泣き出すのよ。ありき、ありきって言い出すのよ。たあ、あれ、ダメだ、俺、スタバだ、ず <laughs> ーっと延々と笑い芝居やるから。ほう<ぁ>。そしたらもう、たぶん記憶ちょっと記憶飛んじゃってるかもしれないけど、お先香の煙なのよ。あ、そういう流れなんですか。うん。 そんでみんながポカーンとしてるので、長山愛子の桜も口開けて、<laughs> 信じられないのなるほど。突然終わったって感じなの。へぇー。そっからが凄いだ。山田洋次、若き日の山田優の台本の凄さ。うん、あの、桜が、涙が全然流れないのみんな泣いてるのに。突然お兄ちゃんが死んだから。うト、ん、ラさんの写真、若き日のトラさんの写真の前で、線香の煙に長山がへたり込んでる。うん。そしたら、 アパートの扉が開いて、トラが帰ってくんのよ。<laughs> バカ野郎、お前、俺が死んだと思ってんのか、お前、って言いながら。はあ。こっちもさ、あと思うじゃない。うん、なんかの夢かなんかだったと思うんじゃない。だお兄ちゃんも心配かけて、て長山がわんわん泣いて、お茶を入れた表紙にいなくなるのよ、トラさんが。<laughs> うん。で、長山が、らが、お兄ちゃんお兄ちゃんって探すのよ。そしたら、 なんのことない。団地の中庭のブランコに乗ってん、うん、それに、長山がお兄ちゃん、いい加減にしてよって怒るのよ。はい。だから、バカおめえ、おめえがメソメソなっからだよって言いながら、トラさんがブランコ乗ってんのよ。うん。何回目かで消えるの。おい、ちょっとなんか今。いいだろう,うわー、そういう。で、お兄ちゃんって叫ぶと、恋人がバーっと走ってきて、長山を抱きしめるの。 うんで、トラさんは死んだんだよっていう、ね。うん。その長山が違うお兄ちゃん生きてて今ブランコに乗ってたもんっていう。男の方が抱きしめて死んだんだよ。トラさんは死んだんだっていう。で、うわーんと泣き出すのよ、桜が。はい。それでもブランコが揺れてて、エンドマークなのよ。ああそれがテレビ版のラスト。そう。へえ<ー>、ね。それは愉快な、渥美清独断上のコント番組だと思ってたから、 そんなすごい終わり方すると思わなかったのよ。<ー>で、ま、俺、ええー、と思ったのよ。はい、俺、割と好きだったんだよ、最後。うん、で、そんなにね、視聴率ものすごい番組じゃなかったの。えー、夜の9時か10時に始まる、まあ、今で言うとこの10、10%ちょっとの番組。うん、抗議の電話がすごかったんだって。ほ、えー、んで、伝説が始まるのよ。あの殺し方はない。大阪のヤクザモンが動き出したとかね。はいはー。あの、 トラックに乗ったヤクザモンが、関西系のヤクザモンが、<laughs> あのテレビ局を襲うって言うんで、ええ、それで走り出したとかっていうのが、その時に台本を書いた山田洋次が松竹本社に呼ばれて30代ですよ。はい、評判いいから。で、松竹も文芸作品が全部ダメだから、喜劇をやれって言われて。それで、山田洋次っていう30代の若き監督が台本を書いて、 ネガオン取るわけです<ー>まさしくイエスのごとく寅、はい、さんは復活から始まるんですうん皆さんびっくりなさるかもしれないけどもこう著者も言っておりますし私も著者が言ってることをさらに探究してみたんですがねちょっとそのあ時間いっぱいになっちまえ寅、はい、とイエスの共通点え明日もまたさらに進めますんでお付き合いください武田鉄矢今朝の三枚おろし おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。トラさんとイエスの共通点。まあ、お付き合いくださいますよね。トラ、はい、さんは人に会うごとに単価と申しますか。仁義を切ります。うん、これがね、イエスにはぴったり当てはまるといはい。これは私と作者がも指摘し、私がさらに調べたやつでございます。トラさんの向上は知ってるよね。はい。私、生まれも育ちも葛飾柴又。 対釈天で産湯を使い、聖は車、名は虎ジロ人呼んで風天の虎と発します。これね、ふるさとの風景がイエスと虎さんはそっくりなんです。はあ、イエスはこうなります。私、生まれも育ちもガリラヤ、<laughs> ナザレです。ヨルダン川で産湯を使い、聖はナザレ、名はイエス、人呼んでイエス、キリストと発します。<laughs> これね、 地図見たらね。はあ。あの、エレサレムをし、東京だとすると、ガリラ屋っていうのはちょうどね、水元公園あたりです。ええー、そうなんですか本当に葛飾なんで。<ー>で、その横を大河の、トラさんの場合は江戸川ですが、うん、イエスの場合はヨルダン川が流れてる。はあ、うん。だからぴったりなの。ヨルダン川でウブイを使い。<laughs> なるほど。<laughs> ええー、それから、イエスとトラさんのアベコベクラブですけども、あの、 ルカデンという、ルカという人が書いたイ,イエスデンによりますと、はいえー、イエスはエレサレムの神殿に入りまして、神殿に入りそのうちにて売り買いをする人々を追い出し、ノタマイケルは書き記して、我が家は祈りの家なりとあるに、何時らこれを盗賊の巣窟となせる。うん、これはあの、商人たちがいっぱいこう、神殿の中で商売をやってる。はい、考えてみたとトラさんは、その、 神殿の縁日ななんんかでで売り買いをする人なんでね <laughs>、はい、ただしこれは単価を売るっていう、うん、品物を売ってるんじゃないですね彼はね単価倍と言いまして、うん、功績とかそのなんかこう言葉の弾みの良さとかそういういわゆる芸を売って生きている人なんで作者の、えー、この米田さんがおっしゃるんですけど「ばったり虎とイエスがあったらどんな」 話をするのかなっていう。<え>そういう詩をね、米田さんがこう、中で書いてあるんですが、これ私なりにね、あの、その詩を、トラとイエスの会話に見立てる。はい。これは哲也さん作。あの、ネタはこれ、米田さんですが、ええ、私はトラに置き換えて、詩をね。をねはい。で、これは、あの、ヨルダン川の土手かなんかがありまして、そこにイエスとトラが二人で座っておりまして、 はい、初対面でほんでトラがしみじみとイエスに声をかけるという、うん、それをやってみましょう、はい、イエスとトラの会話ですまずはトラが聞きますお前さん遠くから来たのかいイエスは答えますはい非常に遠くから来ましたうん長くかかったかいはい長くかかりましたどうしたえ 青白い顔してさ、旅で疲れたのでしょう。うーん。で、お袋は達者かいはい。お袋は何て名前だいマリアと申します。そしてトラはふっとその人物の手のひらを見て気づく。おい。どうしたんだいその手のけがは。い,いえ、どうしたというわけではありませんが。あわかった おめえ、俺と同じ、差し詰め、徒性人だな。<laughs> <laughs> これいいでしょいいですね,ね。まるでヨルダン川のほとりで、<laughs> ほとりで、ばったり出会ったイエスと、復活したばっかりのイエスと、トラさんが語り合ってるみたい <laughs> はい。いいですよね。この、著者と同様に私も、ハッとした点を重ねてみました。第6作。こっからは、 あ三角のマークがついておりますが、はい、私が考えたことで。はい、これはね、もう見て。はい、第六作、純情編。はい、物語はこうだ。虎は旅をしている。長崎の鳩場で血のみ号を背負った女。これ宮本信子さんですよ。<ー>と出会う。で、後藤の島へ渡る最後の通船に乗れなかった女。で、この女は、まあ赤ん坊を背負っておりまして、一晩の宿賃もないというね。虎は女を拾いまして、宿で、 襖を挟んで、相部べや。宿地に出してやる、トラがね。うん、この宿台を奢るんでありますが、鳩場のそばの安宿であります。赤ん坊を寝かしつけた女が、妻をカラッと開いて、肩紐に手をやりながら、何にもお礼するものがないけん。んなはい。とトラがね、さっとこの女の哀れさ、思いを察し、つぶやくんですな。俺には、 東京葛飾柴又にお前と同じ年くらいの妹がいるその妹を旅先で千円ぽっちの金でどうこうしようっていう男がいたら「おらそいつ殺すよもう,だだもう涙出てきちゃったもうここよかったんだここが、はい、トラさんのダンディズムですよねこのねその男殺すよってのはね俺中洲の映画館で見てたんだけどさ、えー バカな大学生以下チンピラみたいな兄ちゃんがガーッとしたをんだ声いいのよこれがまた、はい、拍手するやつ見て涙が出すんだってうわっっいね <laughs> ダメだ涙が出てきちゃった <laughs> さあこんな風にしてトラさんへの旅さらに続けたいと思いますがお付き合いください明日武田鉄矢今朝の三枚おろし おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷かなです。昨日は順調編のね、話をしましたけど、俺、いくつだったっけかな東京に来てたんだっけかいや、東京じゃない。博多だったかなまあ、いや、とにかく、虎さんから、なんかこう、社会っていうか、世間、世間だな。世間というものを教えてもらって、その、長崎、まあ、自分のね、ふるさとが福岡だから、言葉が大体、九州弁で同じなんですね。で、宮本信子の あの子持ちの女を拾って、五島列島まで寅さんが送るんですね。はい、で、貧しい五島の街のなんか雑貨店みたいなとこ入るんですが。父親と女が話し込んでいる隙に、寅さんは五島の街を歩くのよ。はい、そん、その時に、あの寅さんが一番熱心に見てるのが教会なんだよね。あ,あ、そんなシーンがあるんですか。うん、うん、俺、俺忘れないも<ー>、うん。へえ。で、その間に、こう父親と。 娘の話が、あの、ごも展開してるんですね。はい、で、女は間違いなく、男に恋をして駆け落ちして家を飛び出した。ところが、子が生まれてから男の方は仕事をなくし、女に暴力を振るようになって、えー、まあ、駆け事にもう全部お金を突っ込むようになったと。で、女は男と別れて父親の元に帰って子供を育てたいと泣く。この父親役はこう森重さえがやっああ、そうもうこれがいいんだ で、帰ってきたいと宮本信子は泣くんですけども、うん、森重である父親は許さない。君よ、ですな、娘は。宮本信子はこう言います。な、うん何で、なんであげんひどか男んとこ帰らない,いかんとね。うちはもうあんな男の顔は見当もなか、思い出したくもなかけん。うちは父ちゃんと一緒に。森重は重たい声でできんって。明日の船で帰れ。どうしてすげえ動く言葉言うと。森重は言います。君よ。 三年も頼り一つよこさず、急に戻ってきて、父ちゃん。<laughs> <laughs> 父ちゃんが死んどったら土下するとか。おいはそう長くは生きとらんぞ。お前が辛いことがあって国に帰りたいと思うても、それはもうできんとぞ。でも、うちゃ、うちゃのあげな男と、こっからがいいな、森重のいい言葉が、これが浮世なんだね。森重はその、うん どこでもあるじゃん、こういう離婚、離婚話って。はい、でもね、森繁の一言がね、俺、もっとね、二十代のバカだったけど、じーんと来たんだよね。森繁はね、娘に向かってこう言うんですよ。お前が好いて一緒になった男野郎が、そんならどっか一つくらい、よかところがあるはずだい。そのよかところば、お前がきちーんと育ててやらんば、どんな男と一緒になったって女したい。 この言葉がさ、どこか一つぐらいよかところがある男じゃろうが、そこが気に入ってお前が一緒になったっちゃろうが、なんかね、<ー>はもう俺、これが世間になったと思ったね、バカなりに。<ー>これがいいんだわ。うん、で、うわーんと泣き出すんですよ、それを言うと。はい、そっと、教会見物から帰ってきた虎が、こっそりそれを眺めてるのよ。はい、そのお、お親父の言葉に、 なんていうか娘より寅さんの方が答えちゃってるんだよ<へ>寅さんがすっかり森重の言葉に反省しちゃってそうなんだよな帰れるところがあると思うからいけないんだよなって言い出すんだよな <laughs> 失敗すればさまた国に帰ればいいと思うからよ俺はいつまでも一人前の人間になれないんだよないや帰りませんよ俺はふるさとなんか帰りませんよって寅さんが言う。うん そうすると、森重が、は、あんた、ふ、るさとはどこですか俺かいほら、おめえ、東京は葛飾島端。ほら、帰らない。だけどな、帰ると、喜ぶしな、みんなう <laughs> <laughs> もう、これがうまいんだ、また、つみさんが。<laughs> うーん、桜なんか喜んじゃってさ、涙 <laughs>、目にいっぱい食べてさ、お兄ちゃん、<laughs> どこ行ってたのなんて言われてさ。 でもほら帰らない帰っちゃおうかなそ <laughs> <laughs> も山田演出のうまさで遠くで奇跡がポッポーとなる。ね。あれはって虎さんが聞くと。あら、最後の私の船の音たい。うん、帰っちゃおうって言いながらスキップしながら出ていくっていうね。<laughs> <ー>これがうまいのよ、山田さんは。んそんで、見送ったモノローグ、森重の。これでまた笑いとるんだな。 にした、よかひとばって、少し変わっとうっていうのがね、いいんだよね。い <laughs> これ尋常編。はい。いいよ。はたびりとさんはやっぱりいいですね。えー、イエスという男。という本を著した高川健三さんという方が。いらっしゃるんでありますが。この方は。ちょっとみんな固定観念に。 とらわれすぎてるんではないだろうか、はい、イエスというのは聖書を読んでもわかるようにどうもこの人は人の家に上がり込んでワイワイ楽しくやるのが好きだったのではないかそういえばイエスって必ず仲間集めてご飯食べてますよねそうですね最後まで仲間と一緒にワイワイやってますよね、はい、それを私どもはね最後の晩餐などと言ってますけども、はい、もしかすると私たちは もう少しこう、イエスという人は明るく考えても、あ時間いっぱいになってしまいましたね。この続き、また来週ガンガン攻めたいと思いますんで、どうぞ皆さん、泣きの涙でお付き合いくださいませ。この続きまた来週のまな板の上で。 おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷かなです聖書読むとわかるけどイエスって一回も笑ってないのねあ,あそうですかああそれをね笑ったんじゃないかってイエスって、うん、少し弟子どもがその笑ってるところなんか書くのやめとこうと思って書いちゃって残ったのが聖書じゃないかっていうね、はい、私はこの考え方は好きですね、うん えー、高川さんがおっしゃるうー言葉でありますがイエスはすこぶる愉快な人物であり楽しい人ではなかったろうかイエスは洗礼者ヨハネのように断食という禁欲を選ばなかったそうですな聖書を読みますとあの「上がりこんでいっぱいやってますな」。<laughs> 弟子たちと赤ワインでいっぱいやるというね、はい、そんな人で、えー、あります。 えー、俺、このフレーズはすっごい好きで、二十二三歳の時にソランジって覚えちゃって、六十ぐらいの時まで頭の片隅に置いてずっと生きてきましたが、これ、ルカデンです。イエスの言葉。されば、我、何時らに次ぐ、何を喰らい何を飲まんと思い煩うなかれ、命は糧にまさり、体は衣にまさるならずや、空飛ぶ鳥を見よま巻かずからず蔵に収めつ。されど、神はこれを養いたまう。 野に咲く百合の花はいかにして育つかを思え、老をせず紡がざるなり。かつて映画を誇り、ソロモンダにその装い、この花の一辺に仕飾りき。今日野にありて明日炉に投げ入れられる野の,の百合をも、神はかく美しく装いたまえば。小さき者よ、恐るるなかれ意味はわかるでしょなんとなく。い、い、生きてるっていうことは、食い物よりすごいことじゃない。うん、あの、ファッション、ファッションって言うけど、 体ほどの,ファあの服はあの生き物にはないよっていうね。はい、空飛ぶ鳥を見てごらんなさい。種まいたり、買ったり、なんかいちいち倉庫に入れたりしないじゃない。でも生きてるじゃんっていうね。えー、ここの考え方がなんか優しくていいですな。はい、で、本当に不思議なことに、この言葉とぴったり合う言葉が寅さんの中にあるんです。はあ、第8作。 寅次濃い歌<う>義理の弟にあたります広ロの父親氷一郎と夕下の席で語り合うその氷一郎この広ロのお父さんがですね人間の生活の幸せというものは一体何かというのを語ってくれるんです、はい、これがねいいんですねこれはね志村隆さんほ<う>の暗い茶の間みたいなとこで人間というものについて語り出すんですよ、はい、寅さんに向かって。はい そう、あれはもう十年も昔のことだがね。私は新州の安曇野というところに旅をしたんだ。バスに乗り遅れて、田舎道を一人で歩いているうちに日が暮れちまってね。暗い夜道を心細く歩いていると、ぽつんと一軒の農家が立ってるんだ。庭一面に咲いた林道の花、赤赤と赤いのついた茶の間、賑やかに食事をする家族たち。私はその時、それが、 それが本当に人間の生活ってもんじゃないかって、ふっとそう思ったらね、急に涙が出てきちゃってね。人間は絶対に一人じゃ生きていけない。そこに早く気がつかないと不幸な一生を送ることになる。わかるねトラ次郎くん。いいフレーズだな。 あもう、この時も私もバカでございましたけども、もう、なんかでも涙が出てきましてですね。はい。なんかこう、幽霊にね、ね明かりの下でご飯を食べるという、そういう家族を見た。そ、それなんだっていうね。人間の暮らしというのは、これがね、実に泣けるんでありますですな。はい。これをトラさんが乱用するんですよ。そのおかしさね。 うん、この辺知らないだろ、うん、見てないです。この、これを名台詞だと思って、トラさんが涙ぐん。どこ行ってもこの台詞を振り回すようになっちゃうんだよね。はい。で、トレでおば、おじちゃんとおばちゃんに向かってこれを言うのよ。長い道を歩いてると、ちっちゃな農家があって、丸いテーブルを囲んで、家族がワイ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 ご飯を食べている。トラさんだから演出が入っちゃうのよ、うん。弟が最大な、お兄ちゃんのおかずの方が大きいやい。 およしなさいよ。お父さんが疲れてらっしゃるから、なんて話をふっとやってる。ねえ。ふっと足元を見たら、庭先に林道の花が。そしたらさ、おばちゃんが、あら、うちだって、丸い茶舞台でご飯食べてるよ。って言うと、おじちゃんが、そうだよ。俺んちだってほら、お母さは芋のにっころがしじゃないか。そおばちゃんが立ち上がって、<え>ほら、鉢植えに林道の花が。つしたら、とらさんが、ははは。 怒ったそういうことじゃないんだよ <laughs> リンドウの花いっぱい咲いてないとダメなんだよって全然違う方に行くんだよね。<laughs> さてそれでは第10作。あーごめんなさいあ<ー>明日です日いしょかまあ明日いきますょう寅さんの話続けたいと思います。武田哲也今朝の三枚おろし おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷加奈です。トラさんとイエス。これを二つ重ねてみようという今週でございます。はい、第十作トラジ夢枕で、えー、八草薫,薫演じる千代はこう言います。私ね、トラちゃんと一緒にいるとなんだか気持ちがほっとするの。トラちゃんと話していると私生きているんだなってそんな楽しい気持ちになるの。はい、これはまたいで二十一章三十一節。 <え>に似てるんです「<う>はイエスの玉池るは我誠に蘭治郎に次ぐ貢ぎ鳥りと遊び目とは蘭治郎よりも先に神の国に入らんと」と<う>まあちょっとあ,のあれかもしれない強引かもしれませんが、はい、イエスが言ってるのは人から蔑まれてるその税士ですな主税人ね、はい、とそれから遊び目遊女たちそういう人たちの方が先に神の国に入る。 うんうん、イ,イエスは単純な人が好きだったんですな。うん、で、単純といえば、トラさんです。はい、トラさんのセリフ。<え>風天のトラ。第3作目のセリフ。これはもう、ほんと、史上稀に見る名言。トラさんのセリフ。インテリというのはですね、ちょっとこう自分で考えすぎますからね。訳わ,わかんなくなることがあるんですよ。つまりね、テレビの裏側ですよ。 配線がほら頭がいいからガチャ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 混み合っております。その点私なんか線が一本だけですから。言ってみりゃ空っぽと言いましょうかね。叩けばコーンと澄んだ音がいたします。殴ってみますか <laughs> うまいよなぁ、このセリフ。 インテリというのはね、考えが済みますから配線がガチャガチャ混み合ってる。ほ,<う>ほら、例えて言うとテレビの裏っ側、ええ、その点私なんか線が一本だけですから、言ってみりゃ空っぽ、叩けばコーンと澄んだ音がします。<laughs> もうこれはもう、厚木さんにこんな台詞言われたら、立ち打ちできる人いませんね。はい、もう一個別の作品で、人間、ありがたいもので、 各人一つずつ頭というものが配給されております」<laughs> っていうねこれから人間ありがたいもんで <laughs> 一人に一つずつ頭というものが配給されておりますというねいはいまあいいやねえさあ今度は虎次郎相合い傘虎さんシリーズの中でも傑作と言われておりますリリーさんが登場するは,はいあ,あの朝岡さんはい朝岡ですこの中でメロン事件 これがまたうまいんだもん。えー、これは、トラと一緒に、トラさんと一緒に旅をした男が、トラさんがいないときにトラ屋にお礼を言いに、お礼行って帰るのはいいんでありますが、これは貧しい人々の真ん中に、霧の箱か何かに入ったメロンを一つ置いていくもんでありますから、虎屋は大騒ぎであります。メロンなんてそうざらに食べられるもんじゃない。で、トラさんはいない。肝心かなメロン。ただ、 メロンというのは生ものでありますから。それで、ト、ま、ラ、あ、さんいないけども、食べようかということになりまして、切り割るんでございますね。はい、切り割った瞬間に、トラさんが帰ってくるというね。<laughs> もう考えただけでも。で、この時に、まあ何気なくあ、いただいてるよ、メロンって言えばよかったんですが、うん、あまりのタイミングの良さで、トラさんもいないけど食べようかって言って、 切り割って配膳した瞬間に虎さんが帰ってきたもんでありますからおじちゃんが思わず台の下に隠しちゃうんですね <laughs> とこの手のことってのはすぐに伝染しておじちゃんが隠したもんだからおばちゃんも下に皿ごと夏なのに たつの中に手を入れる塩梅で突っ込んじゃうと思わず桜が釣られる桜が釣られたもんですから広島で釣られて全員丸いテーブルの下に手を置いちゃうんでありますね。で誰も立ち上がれなくなって寅さんが帰ってくるの「お帰り寅さん」って言うんですけどなんともはや珍妙なのは全員が同じ格好をしてるわけですよ。そらたいくらなんでもそのね物事にこう鈍い寅さんでも 格好の閉鎖に気がが付かないない、はいわけそれで、おい、お前は何隠してんだ <laughs> それで、感情に入れなかったこと謝るから、お兄ちゃんごめんね。そうするとトラが突然、おい、俺が言ってるのはな、メロン一切れのことを言ってるんじゃないぞ。この世の人間の心のあり方について俺は今触れてるんだっていう、<laughs> その、つまりよくも、俺を外してメロンをというね。それで、 揉め事が始まるそうするとちょっとした言葉の勢いで暗い場面になっちゃうんですよ、うん、メロン一切れなんのことで揉めはじけのおばちゃんが泣き出してんこんなことあったメロンなんかもらわなきゃよかったんだよ <laughs> そうすると広島はね頭がいい労働者ですから <laughs> なんだかメロン一切れで情けないなとかなんか言うとト <laughs> さんがカチンと来てよっしゃたわってろ僕はよしゃありませんよ <laughs> なんだお前カチカチ山のうっさみたいな顔しはんとやろっていうなら喧嘩が始まる っていうね。はい、これはうまいですね<ー>、えー。そこに割って入るのが。リリーさんなんです。<ー>これが。シリーズで初めて。こんこんとトラさんに。説教をかますという名場面。<ー>これがね、メロン一切れで。ストーリー持っていくんです。<ー>見事で、ああ、もう時間いっぱいありますね。こう続きまた。明日のまな板の上で。<laughs> 武田鉄矢。今朝の三枚おろし。 おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷佳奈です。えー、昨日は、トラさんのトラジロー相合い傘の一節メロン事件ね。トラ、はいえー、さんが、その自分がもらったメロンを家族全員が切って割って食べて、自分には一切れも残さなかったっつっんで怒っちゃうっていう、そういうところから揉め事がとか。で、その喧嘩の最中にトラさんのシリーズの中でももう本当に不安の多いシリーズなんでありますけども、リリーさんが、 説教して見せるというねトラ、はい、寅さんあんたちょっと大人げないわよ俺のことを感情に入れなかったのって心が冷てえだのそんな文句言える筋合いかよお前さんろくでなしのあんたをこんなに大事にしてくれるうちがどこにあるか分かってんの私羨ましくって涙出ちゃうよ本来ならね寅さん いつもご心配をかけております。どうぞ、メロンをお召し上がりください。私はいりませんから、私の分もどうぞと、こういうのが本当だろう。余ったれるのもいい加減にしやがれ。あ<ー>いいよね、この説教ね、また、あの、朝岡さんのリリーが言うとね、腹渡にしみるんですね。うん、そしてね、惚れてるから、トラさんも、その、嫌味言われながらも、子供のような反論をする。<え>なんてや、お前。えに食ったらしい口利きがあって。 皆さんご覧ください。これでも女でしょうかなんていうね。それで、えー、プイぷいっと怒っちゃって、トラさんは出ていくという。はい。で、あれなんですな、残った全員は <laughs>、またこっからがまあいんいですが、トラさんがいなくなった後は、みんなでメロン食いながら、ジェリーさんを絶賛するというね。<laughs> いやぁ、僕なんか胸がスッとしましたよ。とかね、あれぐらい言わなきゃダメなんですよね。とかって言いながら、急にあの、命が元気になっちゃうう。で、トラさんその間どうしてるかっていうと、 え原稿かな佐藤蛾次郎さんを呼んで焼、うん、けくそでラーメン食ったりなんかしてるんそこへこうまいな本当とに演出が雨が降り出すんですよ、うん、ついてねえなって虎さんが舌打ちするとスッとそこに傘が入ってきてリリーなんですよ傘持ってるのが虎<ー>は強がって「バカ野郎散歩してんだよあれは」雨の中あんた散歩してんのかい悪いか 雨の中散歩すると濡れるじゃないか濡れて悪いかよやリリー風邪ひくじゃないの風邪ひいて悪いかいリリー寅さん風邪ひいて寝込んだら私つまんなくなるでしょあいいですねふっと映像が引きえになると雨の中虎次郎とリリーの相合い傘というね <laughs> うまいな <laughs> もう本当に折りたたむようなもう片っ端も乗ってる時の山田脚本と乗ってる時の厚木清さんの天下無敵でねもう笑いから発してもう人間の本当に細やかな感情を全て描き出せるというねこんなふうにしてこうトントントーンとこう映画を作っていくという匠さもあるんですが実にこう深々と。 陰影を落とす名場面もあるんですな。はい。それをね、えー、作者の米田明夫さんがトラさんとイエスという本の中で見つけていらっしゃいます。ここで異様な異様な人物を一人ポンと出しておきますが、レビナス。<ー>人間があの突然他人と目を合わせた時どう出ていくかっていうので、その人の深いところが変わっていくという、そ,そういうので、これ話難しいんですが簡単なんです。 この人は簡単に話してくれます。第40作、虎次郎サラダ記念日。はい。これのワン場面が、フランスの哲学者のレビナスを頷かせるほどの名場面があるっていうね。はい、それはね、新州小諸のバス停で、ラさんと見知らぬばあさんがばったり会うんですよ。はい。突然レビナス言うところの他者の顔が権限します。現れます。ラさんの前に。 で、トラさんはあ、おばあちゃんよ、次のバス何時だいって、バスの話にする。まだ一時間はあるよ。あ、そう、あ、そうかい。ばあちゃんが何気ない世間話。おめえ様どこ行くだトラ。うん、うん、どこ行くかね。<laughs> うん。近くにひなびた温泉でもないかね。ねカプチン露天風呂があって。いいね。ばあちゃんどこ行くんだようちケールだよ。孫に土産でも買うのかい そんなもんいねえよ。ああ。じゃああれだな、働き者の娘夫婦が家じゃ待ってるんだ。いや、東京行っちまって、おら一人だよ。おら寂しいね。おめえさん、おめえ知れい人だね。そうかい。俺面白いかいばあちゃん曰く。今晩は俺んとこ泊まれ。泊まってきよ。ごっつうするからよ。トラさん、ぽそっと。いや、 俺はこんなに暇に見えてるけどよ、実は忙しいんだ。うん、悪いな。って言いながら、バスがやってくると、二人ともいなくなっちゃったということで、<ー>つまり、トラさんはやっぱり、見知らぬおばあちゃんを見捨てずに、うん、そのお家に泊まりに行っちゃうんですよ。<ー>優しいでしょう。<え>ところが、こっから、映画が始まるわけでありますから、大事件が起こると、ね。はい、どんな事件が起こったか。それはまた明日の続き。 武田哲也今朝の三枚おろしおはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷香奈です。えー、昨日は第40作目、虎次郎、サラダ記念日です。はい。あの、おばあちゃん、寂しそうなんで放っておけずにというね、な,なんていうかな、こう、虎さんの愛の示し方というかね、えー、うん、暇なようで見えて、俺は忙しいんだと言いながら、ちゃんとおばあちゃんに付き合ってあげるという。えー、私もこういう考え方は大好きでありますが、 レビナスはそういう人間、あの、フランスの哲学者のレビナスはそういう人間の行為、行動、思いを現象と呼んでおります。トラ、うんえー、さんがおばあちゃんに示した行為、それは愛の現象であるという。で、聖書を借りて人間に愛が宿った瞬間を神が過ぎ越すという言葉遣いで表現しています。それと同じように第35作ではレビナスも名付くような 神が過ぎ越す瞬間が、トラさんにやってきます。はあ、ここもね、また、クリスチャン系なんですな。トラ<え>さんに結構ね、キリスト教出てくるから、よーく見ててごらん。はい、今日、マチコさんが出てきた回なんかもそうでしたよね。クリスチャンなんですよ。トラ、はい、さんがお家まで行ったら、そこのお家に、絵がかかってその絵をどう表現してるかわからない。 向こうのあのお家は立派なお家なんでしょう。たら、寅さんがなんか、壁に立派な絵が描いてやって言った、ヒロシがどんな絵ですかって言ったら、みんなでさ、飯食ってんだよ。<laughs> 何やら、最後の晩飯 <laughs> とかって言うの確かにみんなで飯食ってそ <laughs> うそう。あ、まあ、向こうのはがよく食べるらしいね。<laughs> ああいうふうにしてみんなでさ、うん。最後の晩飯の <laughs> いいだろいいな。35作目、虎次郎恋愛塾。はい。これは これはもう全く同じ。また40作目と同じように、バス停かなんかで、ちょっと気持ちが悪くなったおばあちゃんを助けるんです、トラさんが。はい、ほんで、ちゃんとお家まで送り届けて、ばあちゃんがごっとするからって言うんで、まあ、前作、ま、あ同じようにね、どんちゃん詐欺するんですよ。<え>その人んのちにお世話になってて。何<え>のことなんだ、ばあちゃん、容態が急変して、<え>亡くなっちゃうんです、朝。ららほんで、 このまた老婆が隠れキリシタンの血を引く人で息引き取るときにトラさんに向かって祈りをちゃんとあげるの。<う>あんたも神様の恵みがありますようにねーって言いながら息を引き取っちゃう。それで石垣一般の恩義感じるわけですよ。自分の幸せを祈ってくれた隠れキリシタンの流れを汲むおばあちゃんの一言、はい、それで一生懸命トラさんは この葬儀を手伝ってあげるんですよいい話でしょこれ、ね、ところがこっからまた何の答えそれが樋口かな子さんなんで<ー>絶世の美女なんで、ね、寅さんはおばあさんへの思いもあるんですが、まあ、樋口かな子さんにちょっと恋をしちゃうで東京に戻りますとおばあちゃんからキリスト様へあんたのしな幸せ祈ってくれたっていうことに恩義を感じた寅さんは。 団子屋に帰るるともう態度が変わっっちゃってる、うん、こっからがうまいんだ山田さんが変わったトラさんを見せないんですよ。ほト<う>ラさんが変わったその様子を別の目撃者に言わせるんです。<う>なんとトラ屋に大借店のあの方がいらっしゃる。竜知雄さんが<ー>飛び込んでらっしゃる。御前様がやってらっしゃ あご無沙汰しておりますおかわりありませんかあの先日兄が帰ってまいりましたうん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 。さっき私に挨拶に来たよあ、伺ったんですか兄がそうすると御前様がうん実は言いにくいがな虎が野草郷に趣旨を変えたからよろしくと言って帰ったんだ申し訳ありませんどうせどうせ兄の気まぐれだと思いますんでいやいや桜さん それでね、あいつが幸せになるんだったら何を信じようと構わんが、あの難儀な男を教会が引き受けてくれるかどうかが問題だな。さくらがかしこまって、ちゃんと兄には相談してみますんで、ご心配かけて申し訳ありません。そうすると、うん、いいいいって言いながら御前様が表を歩きながら、ぽさっとうまいんですね。山田さん、こういうのはね。しかし。 キリスト様が見見放ししたたらおしまいいだなあの男も <laughs> うもう一回寅さん見たいですね私もねやっぱなんかあのこの回樋口さんのやつ見てないんですけど見たいな <laughs> それからあのこの中ではちょっとあのこうそれましたんでね主題をそれましたんで触れませんでしたけどもあの「虎次郎奮闘編」はい、もうこれなんかもう日本映画の傑作ですよ あの子に惚れる恋しちゃうんですよ誰<だ>坂木原留美の花ちゃんにほほほほこれがもう本当にいいの<ー>これはねあの花子っていうあのああ頭がねあの優しい子がいてでその子をずっと寅さんが面倒を見続けるんだけどその花子から冷たくされた寅さんがしょぼんとした死んじゃいたいなみたいなハガキを送るんで。 あの、桜が心配して旅先まで出向く。そうすると、はい、バス停でトラさんがおばあちゃん相手にどんちゃん騒ぎしてんのよ。おうおうほんで、バスの中で、お前死んだと思ったか俺がって言いながら、とっとと、トラさんが奥の座席に座って、うん、画面から消えて、最後は切なげに兄、兄を見る売償さんの顔で、俺、あんな不思議なカット見たことがない。えー、う,うん。 時間いっぱいになってしまいましたね。えー、またなんか皆さんなんかの機会でトラ、トラさん見ていただければと、不安として祈る次第でございますが、明日はまた見事に締めくくろうというふうに思います。この次また明日の真似たの上で。武田哲也今朝の三枚卸おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香なです。2週にわたりましてですが、トラさんとイエスという主題で、アプローチとして非常に、 面白いいですねねこういうのは、ねえー、あんまりこう宗教ということで固く考えずにというそして、えー、また別の視点でありますが米田さんのおっしゃっているイエスの中にあったユーモアというのはう検討するというか考えてみるに。 だからやっぱり一回会うと忘れがたい人だったんですよ。はあ、<laughs> ざっくりものを言いますと。<laughs> そうでしょうね,エねでもね。スってねあんだけ弟子がいて<う>やっぱりみんな懐いちゃったわけでしょ。うん、聖書に書いてあるのを厚みさんが言うようにやると寅さんになっちゃうんですよ。例えば「はあ、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい」これマルコ1十章25節の言葉ですが。 銭持ってる奴が天国に行くよりは、ラクダがスパーッと針の穴くぐる方が上がって楽だっくんだよ <laughs> そうですね。また、えー、マタイ伝から、なぜ兄弟の目にある塵を見て、自分の目にある梁に気がつかないのですか、はい、これ、ルカ伝でも同じこと言ってるから、二人の目撃者いるから、キリスト言ったんでしょうね、これをね。ねこれはあた、トラさんっぽく言うと、お前さ、 人の目にある塵を見てさ、自分の目の中に入っている柱に気がつかないの <laughs> お前にどんなこと言ったって同じだよ。え豚に真珠だよ。<laughs> こ豚に真珠これタイいれんですから。はあ<ー>。こんな立派なことを言ってあげてもお前にわかるわけがないっていうのはイエスが豚に真珠って言ってんですから。そうか。うん。<laughs> そうですね。寅さんですね。寅さんですよね。うん、そして、 えー、ここからちょっとね、聖書読んでないとそのギャグがよくわかんないんですが、ヨハネによる福音書21章、えー、から取ってみましょうね。これは復活後のイエスです。キリストマジで怒ったりしてんのね。ええ、あのね、復活して、弟子たちの前に次々キリストが、あイエスが現れるんですよ。ところがね、信じないんですよ。最後怒っちゃうんですよ。<laughs> あ、イエスルカ。うん、イエスが。<ー>あんまり信用しないから、手のひら出すんですよ。うん、穴開いてんの。はい。 本当にカチンと来たイエスが、私を見ないで信じる人は幸いですっていう。で、はい、今度はヨハネによる福音書21章ですけども、これ結構生々しいんです。ペテロ、トマス、ヤコブ、ヨハネ、ガリラ屋、あの生まれふるさと、江戸川で、小舟出して、ヤギの私から、<え> <laughs> あんた網投げ打って、魚でなんとか腹満たそうとするんですよ。はい、一晩中あの魚、網引くけども、一匹もかからない。 1> 魚一匹もかかんねえな網に行って投げてるうちに、ふっと岸辺見ると男が立ってるんですよ。で、その男が岸辺から、魚はあるかって釣れたかって聞くん。で、彼に向かって、取れません彼らになしと答えたり。そしたら、その岸辺の男が、反対側、船の右側に網を下ろしなさいって。<う>で、ペテロがバーッと投げ打つんです。重くて、<う>上がらないぐらい、 魚がかかったという。はい。それで、騎士の男を明け方の闇の中でじーっと見ると、イエスが立ってるんですよ、復活して。うん。その時に、ペテロは泣き出すんです。主よーって泣くんですよ。で、主よーって言うと、主が、あの、そうだって、復活したんだよっていうと、ペテロは切ないでしょう。裸なりければ、 上着をまといて、湖に飛び込みし。ユーモアでしょ裸で網をあげていたんで、岸辺に死を見つけたら、感激のあまり、ちゃんとしなきゃいけないと思って、もう一回服を着て、水に飛び込みましたって言うんだよ。はい。これは笑ってあげないとね。そうすると、陸にたどり着くと、炭火があり。 イエスが死者より復活し現れしたまいしことこれにてすでに三度目なり3回目復活のイエスがという、はい、こっからがいいんだ今度はペテロとイエスが向かい合って言葉を交わし合うイエスがペテロあの裏切ったペテロに聞くの何時我を愛するかとのたまいしかばペテロは我を愛すると三度まで言いける、うん、あなたは私を愛してますか っていうそうするともうペテロはムキになって愛しています愛しています愛しています主よ万事知りたまえし我が汝を愛するは汝の知りたまうところなりといいしにイエスこれにのたまいけるは我が羊を牧せよこれ固く言うとこうなっちゃうけどものすごく単純なんだ今度は俺のこと好きになったってイエスが聞くとペテロはおいらあんたが大好きだおいらあんたが大好きだ オイラあんたが大好きだ3回叫びました、はい、主は静かに「私を信じる者のために私の教えを広げてください」と言いましたという,ういいですよね「お、はいらあんたが大好きだ」っていうね三度の玉いけるっていうなんとなくこれでこう寅さんとイエスがつながって見えれば。 役割を果たしたという書いてありますが寅次郎我が道を行くではですね今喋っておりますこの武田哲也さんがですね28歳9歳の若さと<ー>え寅さんの後ろえイエスの後のペテロのことをですね <laughs> くっついて歩いております <laughs> ぜひご愛顧のほどでは来週はまた別のネタでご機嫌伺いたいと思いますこの続きまた来週のマネットの上で でもわかるように、どうもこの人は人の家に上がり込んで、ワイワイ楽しくやるのが好きだったのではないか。そういえば、うん、イエスって必ず仲間集めてご飯食べてますよね。そうですね。最後まで仲間と一緒にワイワイやってますよね。それを私どもはね、最後の晩餐などと言ってますけども、はい、もしかすると私たちは、 もう少しこう、イエスという人は明るく考えても、あ時間いっぱいになってしまいましたね。この続き、また来週ガンガン攻めたいと思いますんで、どうぞ皆さん、泣きの涙でお付き合いくださいませ。この続きまた来週のまな板の上で。 おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷かなです聖書読むとわかるけどイエスって一回も笑ってないのねああそうですかああそれをね笑ったんじゃないかってイエスって、うん、少し弟子どもがその笑ってるところなんか書くのやめとこうと思って書いちゃって残ったのが聖書じゃないかっていうね、はい、私はこの考え方は好きですね、うん えー、高橋さんがおっしゃる言葉でありますが、イエスはすこぶる愉快な人物であり、楽しい人ではなかったろうか。イエスは洗礼者ヨハネのように断食という禁欲を選ばなかった。そうですな。聖書を読みますと、あの、上がり込んでいっぱいやってますな。<laughs> 弟子たちと赤ワインでいっぱいやるというね、はい、そんな人で、えー、あります。 えー、俺、このフレーズはすっごい好きで、22、3歳の時にソランジって覚えちゃって、60ぐらいの時まで頭の片隅においてずっと生きてきましたが、これ、ルカデンです。イエスの言葉。されば、我、何時らに次ぐ、何を喰らい何を飲まんと思い煩うなかれ、命は糧にまさり、体は衣にまさるならずや、空飛ぶ鳥を見よう、巻かずからず蔵に収めつ。されど、神はこれを養いたまう。 野に咲くユリの花はいかにして育つかを思え、老をせず紡がざるなり。かつて映画を誇りソロモンダにその装いこの花の一辺に仕飾りき。今日野にありて明日炉に投げ入れられる野のユリをも、神はかく美しく装いたまえば。小さき者よ恐るるなかれ意味わかるでしょなんとなく。い、い、生きてるっていうことは、食い物よりすごいことじゃない。うん、あの、ファッション、ファッションって言うけど、 体ほどの,あの服はあの生き物にはないよっていうね、はい、空飛ぶ鳥を見てごらんなさい種まいたり買ったりなんかいちいち倉庫に入れたりしないじゃないでも生きてるじゃんっていうね、えー、ここの考え方がなんか優しくていいですな、はい、で本当に不思議なことにこの言葉とぴったり合う言葉が寅さんの中にあるんです、はあ、第8作 トラジロー恋唄。<う>義理の弟にあたります、広ロの父親、表一郎と遊戯の席で語り合う。その表一郎イチこの広のお父さんがですね、人間の生活の幸せというものは一体何かというのを語ってくれるんです。はい、これがね、いいんですね。これはね、志村隆さん。<う>このぐらい茶の間みたいなとこで人間というものについて語り出すんですよ。トラ、はい、さんに向かって。はい そう、あれはもう十年も昔のことだがね。私は新州の安曇野というところに旅をしたんだ。バスに乗り遅れて、田舎道を一人で歩いているうちに日が暮れちまってね。暗い夜道を心細く歩いていると、ぽつんと一軒の農家が立ってるんだ。庭一面に咲いた林道の花、赤赤と赤いのついた茶の間、賑やかに食事をする家族たち。私はその時、それが、 それが本当に人間の生活ってもんじゃないかって、ふっとそう思ったらね、急に涙が出てきちゃってね。人間は絶対に一人じゃ生きていけない。そこに早く気がつかないと不幸な一生を送ることになる。わかるね虎次郎君。ん。いいフレーズだな。 あもう、この時も私もバカでございましたけども、もう、なんかでも涙が出てきましてですね。はい。なんかこう、幽霊にね、ね、うん、明かりの下でご飯を食べるという、そういう家族を見た。そ、それなんだっていうね。うん、人間の暮らしというのは、これがね、実に泣けるんでありますですな。はい。これをトラさんが乱用するんですよ。そのおかしさね。 うん、この辺知らないだろ、うん、見てないです。この、これを名台詞だと思って、トラさんが涙ぐむ。どこ行ってもこの台詞を振り回すようになっちゃうんだよね。はい。で、トラ屋でおば、おじちゃんとおばちゃんに向かってこれを言うのよ。長い道を歩いてると、ちっちゃな農家があって、丸いテーブルを囲んで、家族がワイ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 ご飯を食べている。トラさんだから演出が入っちゃうのよ。うん、お弟が最大な、お兄ちゃんのおかずの方が大きいやい。 およしなさいよ。お父さんが疲れてらっしゃるから、なんて話をふわっとやってる。ねえ。ふっと足元を見た。庭先に林道の花が。そしたらさ、おばちゃんが、あら、うちだって、丸いちゃぶ台でご飯食べてるよ。って言うと、<え>おじちゃんが、そうだよ。俺んちだってほら、お母さんは芋のにっころがしじゃないかと。おばちゃんが立ち上がって、<え>ほら、鉢植えに林道の花が。したら、と<え>さんが、ははは。

おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷香奈です。トラさんとイエス。これを二つ重ねてみようという今週でございます。はい、第十作、トラジロ夢枕で、えー、八草薫,薫演じる千代はこう言います。私ね、トラちゃんと一緒にいるとなんだか気持ちがほっとするの。トラちゃんと話していると私生きているんだなーってそんな楽しい気持ちになるの。はい、これは、またいで二十一章三十一節。 <え>に似てるんです<う>、はあ、イエスの玉池るは我誠に何次郎に次ぐ貢ぎ鳥りと遊び目とは何次郎よりも先に神の国に入らんと<う>まあちょっとあ,のあれかもしれない強引かもしれませんが、はい、イエスが言ってるのは人から下げ済まれてるその税士ですな主税人ね、はい、とそれから遊び目遊女たちそういう人たちの方が先に神の国に入る。 うんうん、イ,イエスは単純な人が好きだったんですな。うん、で、単純といえば、トラさんです。はい、ポカーンとしてるので、長山愛子の桜も口開けて、はい、信じられないねなるほど。突然終わったって感じなの。<laughs> へえ。ー。そっからもすごいだ。山田洋次、若き日の山田優の台本の凄さ。うん、あの、桜が、涙が全然流れないねみんな泣いてるのに。突然お兄ちゃんが死んだから。 トラさんの写真、若き日のトラさんの写真の前で、線香の煙に長山がへたり込んでる。うん。そしたら、アパートの扉が開いて、トラが帰ってくんのよ。<laughs> バカ野郎、お前、俺が死んだと思ってんのか、お前、って言いながら。はあ、こっちもさ、ああと思うじゃない。うん、なんかの夢かなんかだったと思うんじゃない。だからお兄ちゃんも心配かけて、長山がワンワン泣いて、 お茶を入れた表紙にいなくなるのよ、トラさんが。うん。んで、長山が、らが、お兄ちゃんお兄ちゃん探すのよ。そしたら、何のことだい、団地の中庭のブランコに乗ってんの。うん。それに、長山が、お兄ちゃん、いい加減にしてよって怒るのよ。はい。だかそしたら、バッカーおめおめえがメソメソなっからだよって言いながら、トラさんがブランコに乗ってんのよ。うん。何回目かで消えるの。あー、うん、ちょっとなんか今、 いいだろう,うわそういうで、えー、お兄ちゃんって叫ぶと、恋人がバーッと走ってきて、長山を抱きしめんの。うん。で、トラさんは死んだんだよっていう。うん。その長山が違う、お兄ちゃん生きてて、今ブランコに乗ってたもんっていう。男の方が抱きしめて死んだんだよ。トラさんは死んだんだっていう。で、うわーんと泣き出すのよ、桜が。はい。それでもブランコが揺れてて、 エンドマークなのよ。ああ。それがテレビ版のラスト。そう。へえ<ー>。ね、それは愉快な、厚み清し独壇上のコント番組だと思ってたから、そんなすごい終わり方すると思わなかったのよ。で、ま俺、ええー、と思ったのよ。はい。俺、割と好きだったんだよ、最初。うん、で、そんなにね、視聴率ものすごい番組じゃなかったの。<ー>夜の9時か10時に始まる、まあ、今で言うとこの10、10%ちょっとの番組。うん 抗議の電話がすごかったんだって。へ<ー>んで、伝説が始まるのよ。あの殺し方はない大阪のヤクザ門が動き出したとかね。はいはー。あの、トラックに乗ったヤクザ門が、関西系のヤクザ門が、<laughs> あの、テレビ局を襲うって言うんで。えー。それで走り出したとかっていうのが、うん、その時に台本を書いた山田洋二が、松竹本社に呼ばれて30代ですよ。はい。評判いいから。で 松竹も文明作品が全部ダメだから喜劇をやれって言われて、それで山田洋次っていう三十代の若き監督が台本書いてメガホン取るわけですへ<ー>まさしくイエスのごとく、はい、トラさんは復活から始まるんです、うん、皆さんびっくりなさるかもしれないけどもこう著者も言っておりますし私も著者が言ってることをさらに 探求してみたんですがね。ちょっとその、あ、時間いっぱいになっちまえ。はい、トラとイエスの共通点。え、明日もまた、さらに進めますんで、お付き合いください。武田哲也、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷香奈です。トラさんとイエスの共通点。まあ、お付き合いくださいますよね。はい、トラさんは、人に会うごとに単価と申しますか。人義を切ります。うん、これがね、イエスにはぴったり当てはまると。 はい、これは私と作者がもう指摘し私がさらに調べたやつでございます虎さんの工場は知ってるよねはい私生まれも育ちも葛飾柴又大借天でうぶいを使い生は車名は虎次郎人呼んで風天の虎と発しますこれねふるさとの風景がイエスと虎さんはそっくりなんです、はあ、イエスはこうなります私生まれも育ちもガリラヤ <laughs> ナザレです。ヨルダン川で産湯を使い、聖はナザレ、名はイエス。人呼んでイエス、キリストと発します。<laughs> これね、地図見たらね。はあ。あの、エレサレムをし、東京だとすると、ガリラヤっていうのはちょうどね、水元公園あたりだっ。ええー、そうなんですか本当に葛鹿なんで。<ー>で、その横を大河の、 トラさんの場合、江戸川ですが、うんうん、イエスの場合、ヨルダン川が流れてる。はあ、うん。だから、ぴったりなの。ヨルダン川でウブイを使い。<laughs> なるほど。ええー、それから、イエスとトラさんのアベコベクラブですけども、あの、 ルカデンという、ルカという人が書いたイ,イエスデンによりますと、はいえー、イエスはエレサレムの神殿に入りまして、神殿に入りそのうちにて売り買いをする人々を追い出し、のたまいけるは書き記して、我が家は祈りの家なりとあるに、何時らこれを盗賊の巣窟となせる。うん、これはあのこう商人たちがいっぱいこう神殿の中で商売をやってる。はい、考えてみたと、トラさんは、その、<laughs> 神殿の縁日ななんんかでで売り買いをする人なんでね <laughs>、はい、ただしこれは価オを売るっていう、うん、品物を売ってるんじゃないですね彼はね単価倍と言いまして、うん、功績とかそのなんかこう言葉の弾みの良さとかそういういわゆる芸を売って生きている人なんで作者の、えー、この米田さんがおっしゃるんですけど「ばったり虎とイエスがあったらどんな」 話をするのかなっていう。<え>そういう詩をね、米田さんがこう、中で書いてあるんですが、これ私なりにね、あの、その詩を、トラとイエスの会話に見立てて。おはい。これは、哲也さん作。あの、ネタはこ、米田さんですが、ええ、私はトラに置き換えて詩をね。これは、あの、ヨルダン川の土手かなんかがありまして、そこにイエスとトラが二人で座っておりまして、 はい、初対面で。ほんで、トラがしみじみとイエスに声をかけるという。うん、それをやってみましょう。はい、イエスとトラの会話です。まずはトラが聞きます。お前さん、遠くから来たのかいイエスは答えます。はい。非常に遠くから来ました。うーん。長くかかったかいはい。長くかかりました。どうしたえ <laughs> 青白い顔してさ。旅で疲れたのでしょう。うーん。で、お袋は達者かいはい。お袋はなんて名前だいマリアと申します。そしてトラはふっとその人物の手のひらを見て気づく。おいどうしたんだいその手の怪我はい,いえ、どうしたというわけではありませんが。あわかった おめえ、俺と同じ、差し詰め、徒性人だな。<laughs> <laughs> これいいでしょいいですね,ね。まるでヨルダン川のほとりで、<laughs> ほとりで、ばったり出会ったイエスと、復活したばっかりのイエスと、トラさんが語り合ってるみたい。<laughs> はい、いいですよね。この、著者と同様に私も、ハッとした点を重ねてみました。第6作。こっからは、 三角のマークがついておりますが、はい、私が考えたことで、はい、これはね、もう見て、はい、第六作、純情編、はい、物語はこうだ。虎は旅をしている。長崎の鳩場で血のみ子を背負った女、これ宮本信子さんですよ、<ー>と出会う。で、後藤の島へ渡る、最後の通船に乗れなかった女。で、この女は、まあ赤ん坊を背負っておりまして、一晩の宿賃もないというね、虎は女を拾いまして、宿で、 襖を挟んで、相部屋宿地に出してやるん、トラが。ね。うん、この宿台をおごるんでありますが、鳩場のそばの安宿であります。赤ん坊を寝かしつけた女が、襖をカラッと開いて、肩紐に手をやりながら、何にもお礼するものがないけん。んなはい。トラがね、さっとこの女の哀れさ、思いを察し、つぶやくんですな。俺には、 東京、葛飾、柴又にお前と同じ年くらいの妹がいる。その妹を旅先で千円ぽっちの金でどうこうしようっていう男がいたら、おら、そいつ、殺すよ。もうだ,めだ。もう涙出てきちゃった。もうここよかったんだ、ここが。はい、トラさんのダンディズムですよね。このね、その男殺すよってのはね、俺中洲の映画館で見てたんだけどさ。えー バカな大学生以下、チンピラみたいな兄ちゃんが、ああしたんな、これいいのよ、これがまた、はい、拍手するやつ見て涙が出すんだえ、<laughs> うわっていね<や>。<laughs> <laughs> だ。涙が出てきちゃった。<laughs> さあ、こんな風にして、さんへの旅、さらに続けたいと思いますが、お付き合いください。明日 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。昨日は純情編のね、話をしましたけど、俺、いくつだったっけかな東京に来てたんだっけかいや、東京ね、博多だったかなまあ、あいや、とにかく、虎さんからなんかこう、社会っていうか世間、世間だな。世間というものを教えてもらって、その、長崎、まあ、自分のね、ふるさとが福岡だから、言葉が大体九州弁で同じなんですね。で、宮本信子の あの子持ちの女を拾って後藤列島まで虎さんが送るんですねはい。で貧しい後藤の町のなんか雑貨店みたいなのが入るんですが父親と女が話し込んでいる隙に虎さんは後藤の町を歩くのよ、はい、そそん時にあの虎さんが一番熱心に見てるのが教会なんだよねあ,あそんなシーンがあるんですか、うん、うん。俺俺忘れないもんへーうん で、その間に、こう、父親と、えー、娘の話が、あの、こう、もう展開してるんですね。はい、で、女は間違いなく、男に恋をして駆け落ちして家を飛び出した。ところが、子が生まれてから男の方は仕事をなくし、女に暴力を振るようになって、えー、まあ、け事にもう全部お金を突っ込むようになったと。で、女は男と別れて父親の元に帰って子供を育てたいと泣く。この父親役は森重さやがやってます。 もうこれがいいんだ<ー>で、帰ってきたいと宮本信子は泣くんですけども、<ー>森重である父親は許さない。君よ、ですな、娘は。宮本信子はこう言います。なん<ー>で、なんであげんひとか男んとこ帰らない,いかんとね。うちはもうあんな男の顔は見当もなか、思い出したくもなかけん。うちは父ちゃんと一緒に、森重は重たい声でできんって。明日の船で帰れ。どうしてすげえ動く言葉言うと。 森は言います犬よ三年も頼り一つよこさず急に戻ってきて父ちゃん <laughs> <laughs> 父ちゃんが死んどったらどげんするとかおはそう長くは生きとらんぞお前がつらいことがあって国に帰りたいと思うてもそれはもうできんとぞでもうちゃうちゃのあげな男とこっからがいいな森重のいい言葉がこれが浮世なんだね 森繁はその、どこでもあるじゃん、こういう離婚話って。はい、でもね、森繁の一言がね、俺、本当にね、二十代のバカだったけど、じーっと来たんだよね。森繁はね、娘に向かってこう言うんですよ。お前が好いて一緒になった男やろうが、そんならどっか一つくらい、よかところがあるはずだい。そのよかところはお前がきちんと育ててやらんば。 どんな男と一緒になったって女じたいこの言葉がさ、どこか一つぐらい良かところがある男じゃろうが、そこが気に入ってお前が一緒になったっちゃろうか。なんかね<ー>は、もう俺、これが世間なったと思ったね、バカなりに。<ー>これがいいんだわ。うん、で、うわーんと泣き出すんですよ、それを言うと。そっと、<laughs> 教会見物から帰ってきた虎が、 そのおよその言葉に何ていうか娘より寅さんの方が答えちゃってるんだよ寅さんがすっかり森重の言葉に反省しちゃって「そうなんだよな帰れるところがあると思うからいけないんだよな」<laughs> って言い出すんだよな <laughs> 失敗すればさまた国に帰ればいいと思うからよ俺はいつもでも一人前の人間になれないんだよないや 帰りませんよ俺はふるさとなんか帰りませんよってドラさんが言うん。そうすると、森知がは、あんた、ふ、るさとはどこですか俺かいほら、おめ東京は葛飾島パほら、帰らない。だけどなぁ、帰ると、喜ぶしなぁ、みんな <laughs> う <laughs> もう、これがうまいんだ、また、厚みさんが。うー,うーん、桜なんか喜んじゃってさ、涙 <laughs>。 目にいっぱい溜めてさ、お兄ちゃん、<laughs> どこ行ってたのなんて言われてさ、でも俺帰らない。帰っちゃおうかな。そして山田演出のうまさで遠くで奇跡がポッポーとなる。ね。あれはって虎さんが聞くと、あら最後の私の船の音たい。<laughs> うん、帰っちゃおうって言いながら、スキップしながら出ていくっていうね。<laughs> これがうまいのよ山田さんは。<laughs> そんで、見送ったモノローグ、森重の。 これでまた笑いとるんだなあ、はい、あにしたよかひとばって少し変わっとっていうのがねいいんだよね <laughs> いやこれ尋常編、はいいいよ改めてトさんはやっぱりいいですねイエスという男という本を著した高輪健三さんという方がいらっしゃるんでありますがこの方はちょっとみんな固定観念に とすぎていいるのででははないだろううか、はい、イエスというのは聖書を読んでお,おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷か奈です。えー、これは一種の文化論でありまして、米田明夫さんという、えー、キリスト教系の方であります、畜麻書房から出ております。はい。こう、聖書のイエスとラさんを重ねるという機種の文化論かなと思いつつ、こう、読んでおります。そうすると、不思議なことにやっぱりなんとなく重なってくるんですな。 うんこれやっぱり宗教関係の方怒られるかもしれませんが割とめげやすいからさ <laughs>、はい、前はなんか法然のこと語ってて京都のお坊さんからなんかボロクソ言われてああありましたね結構落ち込んだじゃんはいプロフェッショナルの人からね「なん知らなくて偉そう言うな」って言われるとかっくりくるよねなんかねそんな意味で言ったんじゃないんだけどっていうね俺 <laughs> てやっぱちょっと考え変わったはい 変えてくれたのはね、内田先生だけど。よ、うん、くないね。な、え、何がですかあの、うん、宗教関係の人が、お、俺は法然の専門家だよ名前知らないくせにラジオで前喋っちゃいけないよって言うじゃん。うん、やっぱそういうのよくないよな。<laughs> あの、<laughs> あの、本当に。ま、何が本当で、何が正しいっていうのは分からないですからね。あなた、菅さんの言う通り、内田先生が言ってる中でね、 ユダヤ教にそういう考え方があってその宗教関係の人が神様を独り占めしないで絶えずこれはこんな風にも読めるねって言いながら新しいアイディアをバンバン出して行こうっていうアイディアがユダヤ教にあってうだから米田さんという方がトラさんが大好きでこの人はもちろんキリスト教系の方なんですけどもこういう斬新なアイディアって絶対必要だよね。 トラさんというのは創作上の人物ですから、山田洋次監督とか主演の厚見さんのインタビューをやればいいんでありますけども、この著者はそういう方法を選ばなかった。はい、で、あの、男は辛いよ風天のトラのシリーズの映画を見て、その印象を聖書に探して重ねてるんですよ。うーん。だから、いや、それは、とかって、 あ,あなたのものの見方であってって言いたくなるんですけどもやっぱね面白いんですよね。トラーさんの中にイエス・キリストが映り込んでいるあまりにもこう気をてらいすぎる発想と思いつつもこの米田さんの視点を借りれば両者が思わず似ていることにうなずかざるを得ないという。うわちょっと全然まだ想像がつきません。 この米田さんがおっしゃる指摘で思わず頷いてしまうのは、両者に共通するもの。それは、聖なる無用性。え、無用性うん。無用。あ、い、いらないの無用性。そう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 。ほう。無用。聖なる無用性。その聖なるっていうところが、すごい呼び名ですよね。うんはい、無用性とはイエスにおいて、父なる神を語ること、その愛を人々に、 伝え、施すことである。愛を施すのである。愛を施すこと。それは、触れることでなく、寄り添うことである。うトラさんは絶対に触れないんだよね。うん、愛の対象に関しては。そうですね。<で>はい。で、トラにおいての無用性は何かというと、土政人の自覚。うん、義を伝え、施すことである。うん、義を施すとは、トラからその人への贈与。 贈り物であって、逆はありえない。うん、その人が何かをトラさんに返そうとすると、トラさんは旅に出るというね。トラ、はい、もまた氷を激しく憎む人であったという。うん、この両者に共通するものは無用性のみでなく、その物語性。山田作品は監督自らが、 庶民的であらねばと発言するために、いかにも、え世話者、浮世人情者との印象を受けるが、彼の作品の物語は強い再現性、つまり、繰り返し上映や放送される強さを持っている。寅トラさん見ると、思い出すよね。はい、見てた頃の自分を。なん何でかわかる。これ、山田洋二という人の映画の手法です。 山田作品はね、ノイズが多いんですよ。ノイズあのね、山田さんって映画の画面の中に、その現地の人、現場の人を使うんですよ。ああ、はいはい。だから、例えば、上野駅を、の雑踏を歩く虎さんを撮影するときに、うん、それはもちろん全部ではないにしても、うん、奥の方は、街に住んでる人を使っちゃうんですよ。 あそうするとその人たちがその時代のノイズとなって流れ込んでくるんでんん映画という芸術性からは離れてしまうんだけども、うん、ものすごい懐かしさをそこに生活感がありますからね。山田陽次監督のやつは再現性なんですよ年代が蘇ってくるなるほど。 この辺りからちょっと入っていきましょうね。うんはい、この続きまた明日のまな板の上で。武田哲也今朝の三枚ろしおはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。トラさんとイエスのこう共通点をというね。はいえまあ、作者の方は米田昭夫さんという、ちくま書房から出てる本でありますが、え昨日は聖なる無用性の話から話を始めましたが、はい、今日は私自身もぐらっと来た。 あの話題でありますが、ええ、2011年3月に道のくあ東日本の大震災があります、ええ、あるいは福島県での原発事故がありまして日本が天野湾や,わんや、はい、ほんで仮設住宅が、はい、でその仮設の中で打ちしおれていく人々なんとか励まそうといろんなことを考えましてある方が仮設住宅の公民館集合場所にプロジェクター持っていくんで 見たい映画があったらというんで。<ー>で、それは、岩手、仙台、福島あの仮説で全部行われた。はい。見たい映画ナンバーワン。あ<ー>もうわかるよね。トラさんだ。そうなんですよ。<ー>それは、あのー、避難所の人たちが、こう、娯楽を求めて映画でトラさんを指名したという、うん、そういうふうな見方もいい,い,いです。 気分転換でトラさんが見たかったんだ。それで、はい、結構って。ところが、米田さんは、家をなくし、身内をなくし、ふるさとをなくした人々が、すがるようにあの人を見たいっていうのは、うん、気分としては、宗教と同じではないかと。その宗教で神にすがるがごとく、トラさんの姿を人々は求めたのではないか。はい。 そこにこの米田という人は、トラさんの中にイエスと同質の宗教性を感じると。これはね、私ちょっと、うなってしまいましたね。うん、そうなんだよね。人生でピンチの時に見たい映画ってあるんだけど、うん、そんなに何本も浮かぶもんじゃないよね。そうですね。多くの人がトラさんにっていうのは、トラ、うん、さんの中にもしかすると、その、 ある宗教性が映り込んでたはいこれはね考えましたかなさんなんで寅さんに宗教性を感じるんだろう <laughs> これは武田さんすごいとこ見つけましたよこれは鉄野論ですか鉄野論ですはい鉄野論ちょこっとゴマのようにまぶしましょうねはい寅さんに宗教性があるのは当たり前ですよねだって寅さんいつやってたいつやってた、うん、上映はえー、なにな何え いつやってたと正月だよそうかこの日本人が妙に宗教的な顔つきになる二つの季節。<ー>ボンうん。盆と正月。そこにトラさんは現れるんです。そうですね。うん、おい。確かにそうだよね。えー、そしてもう一つ、これは米田さんがおっしゃってるんだけども、日本人を引きつける物語。 これは神話の形式を取ると。うトラ、うん、さんには神話の形式が潜んでいると。はい、この物語の主人公たちの背負っている神話説話の形式。それは高い身分の方が何かの手違いでとってもこう低い身分の人たちのところに流れていって、最初は醜いアヒルの子として扱われるんだけども、ほ、うん、っ 違うあんたはやっぱり白鳥の騎士だなんて言いながら。はい。トラさんもそうなんです。おぉ<ー>。<laughs> まだポカンとしてるからもうちょっと続けますよね。はい、尊き身分の方が運命のいたずらで、卑しき人々の低い身分の人たちの世界に紛れ込み、流浪し、元の身分に復帰するという。<ん>これが、あの、神話形式ですな。はい。 そのすべての条件を満たすのが日本の物語の中ではトラさんだけです。トラさんトラさんは、うん、身分の高いところから降りてきた方なんですかあのね、カナさん、物語っちゃ面白くてね、真反対にすると同じ形になるんですよ。えー、どういうこと真反対うん。あの、これは厚美さんが俺に <laughs> 昔話してくれたんだけど、えー。 あの、新聞に、石原祐二郎主演の日の当たる坂道の、その、あらすじが、え東京山の手の一角に、あの、やんちゃな無謀な青年がい,い青年が巻き起こす騒動を描いた映画であるっていう。うん。<laughs> これの、これを真反対にすると風天の虎になる。 東京の下町で、無謀な中年男のはは騒動を描いた一本である。あるるまあ、形は全く同じなんです。うんうん、ただ、真反対なだけなんです。うん、それで、すごいことは、イエスもそうですが、これ米田さんが見つけて俺も驚いたん、はい、イエスもそうですが、トラさんもそうです。イエスは最後どうなりましたえ貼り付けに。かわいそうね。そして、 貼り付けでは終わらないでしょ蘇る。蘇ったでしょうん、トラさんもそうです。トラさんって最後どうなりますっけトラさんはテレビで一回ハブに噛まれて死んでるんです。え<あれ> <laughs> それで。ああ<ー>復活したんです。あれ待って、なんで復活したんでしたっけあんまりにも評判が良くて、抗議の電話が殺到するんです、<ー>フジテレビに。 はあ、何も殺すことはないじゃないかって。そんな悪い奴じゃねこれ見たことないでしょ泣けるよ <laughs> あ、この話してあげようね。はい、あなた方時代全く知らないんだね。だ私が復活をね、目撃した、あの、あれですよ、エレセレムの人と同じなんですよ。<laughs> イエスの復活は見てないですが、トラさんの復活は私この目で見たから、<ー>あなたにお話ししましょう。この次また明日の物語。 武田哲也今朝の三枚おろしおはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香菜です。そうそう。その話をしなきゃダメだよね。はい。いや、私、<ラ>テレビ版のトラさんって、見たことないので。トラさんもピッチンがある、新規は。トラさんはね、富士テレビで連続で始まるんで、あのた、うん、あれだよ。主題歌でだよ。うん、ほんで、本物の、ちょ、ちょっと役座かかってるの、ね、よ。うん、あの、映画ほど清潔じゃなくて、<へ>ちょっと厚見さんの目にも、 殺気があるのよ。<ー>若いから。な<ー>めてんじゃねえよ。表に出なわけの。っていうよな。殺気がある。はい。妹桜。これが長山愛子さんなのよ。ね、へえ違うんだ。梅昇、うん、さんじゃないんだ。梅昇さんじゃない。で、一番最後、ガジローさんだったから、佐藤ガジローさんと一緒に、うん、バイで使うハブを捕まえに、奄美大島に行っちゃうのよ。はい、もうこれ最高におかしいの。うもう、厚見さんが喜劇人で、 ともいたずら盛りの頃だから、もうアドリブね、とわかるの。<え>で、船がガーッと揺れてて、奄美大島に着く前に、ガジローが船酔いしちゃうの。うん、兄あもう気持ちがっ,って言ったらね、当て付けみたいにカツ丼食べるの。へへへへってな。<laughs> ほら、見ろ来らっ。って言なそん <laughs> で、ばーっと食べようと、あと、厚見さんがじーっとガジローの顔を見てて、もうほら、しば、5分間ぐらい笑ってたんじゃないかな。ちっちゃい声で。おい。 俺もちょっと気持ち悪っったっていうのがおかしくてさ <laughs> ほんで森の中行っていわゆる熱帯雨林の中に入ってってあっあれ言いましたで、ね、ハブがこの野郎って言いながらトラさんの一人芝居なのじーっとキャメラはフィックスで待ってるだけもう暗い画面で白黒だからね照明もよくないから、ええ、ほんであっこの野郎牙向き合ったらこの野郎って言いながらトラさんがハブとこう 蝶々橋でやってんのがすっごいおかしいのよ。<う>あんたからやらペル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 スター出しやがってみたいなのがあって。<laughs> こらとかっつって頭をコツンコツン叩いてるのがわかんのよ。<う>そのうちにトさんがと、あれ噛まれちゃった。って言うんだよね。<laughs> こっちは笑いながら見てるから笑いが収まらないのよ。<う>厚ん。みさんの演技もすごいから。そしたそっから厚つみさんの開演。毒が回って、舌がゆっくりしら 痺れてくるところを演じるのよ。はあ。はあ、ただ、だから、ばっかりしてい。とかって言いながらさ。<laughs> だ,だ、だめだ。だから、どまは、ピっ、ピッ、し死、死ぬわけだろ。はい。蛾次郎はもう泣き出すのよ。ありき、ありき。って言い出すのよ。だ、あ、だめだ。俺、だめだ。だめだ。<laughs> ずーっと延々と笑い芝居やるから。おお。そしたら、もう、多分、記憶、ちょっと、記憶飛んじゃってるかもしれないけど。お線香の煙なが。あ。そういう流れなんですか。うん。 そんでみんなが、そこにトラさんは現れるんです。そうですね。うん。おい。確かにそうだよね。えー、そしてもう一つ、これは米田さんがおっしゃってるんだけども、日本人を引き付ける物語、これは神話の形式をとると。うん,うん。トラさんには神話の形式がひ潜んでいると。はい。この物語の主人公たちの お背負っている神話説話の形式。それは、高い身分の方が、何かの手違いで、とってもこう、低い身分の人たちのところに流れていって、最初は醜いアヒルの子として扱われるんだけど、うん、はっ違うあんたはやっぱり、白鳥の騎士だなんて言いながら。はい。トラさんもそうなんです。おぉ。 まだポカンとしてるからもうちょっと続けますよね。はい、尊き身分の方が運命のいたずらで、癒しき人々の低い身分の人たちの世界に紛れ込み、流浪し、元の身分に復帰するという。これが、うん、あの、神話形式ですな。はい。その全ての条件を満たすのが日本の物語の中では、トラさんだけです。トラ,トラさんは、うん、身分の高いところから降りてきた方なんですか あのね、カナさん、物語っちゃ面白くてね、真反対にすると同じ形になるんですよ。ええー、どういうこと真反対うん。あの、これは、厚つみさんが、俺に、<laughs> 昔話してくれたんだけど。えー、<laughs> あの、新聞に、石原祐二郎主演の日の当たる坂道の、その、あらすじが、えー、東京山の手の一角に、 あの、やんちゃな無謀な青年がいい。青年が巻き起こす騒動を描いた映画であるっていう。うん。<laughs> これの、ね、これを真反対にすると風天の虎になる。東京の下町で無謀をされる強さを持ってる。うん、虎さん見ると、思い出すよね。はい、見てた頃の自分を。何なんでかわかる これ山田洋二という人の映画の手法です。はい。山田作品はね、ノイズが多いんですよ。ノイズあのね、山田さんって映画の画面の中に、その現地の人、現場の人を使うんですよ。ああはいはい。だから、例えば、上野駅を、の雑踏を歩くラさんを撮影するときに、うん、それはもちろん全部ではないにしても、うん 奥の方は街に住んでる人を使っちゃうんですよ。ああ<ー>。そうすると、その人たちがその時代のノイズとなって流れ込んでくるんで、うん、映画という芸術性からは離れてしまうんだけども、うん、ものすごい懐かしさを。そこに生活感がありますからね。山田洋次監督のやつは再現性なんですよ。年代が蘇ってくる。 なるほどこのあたりからちょっと入っていきましょうね、うんはい、この続きまた明日のまな板の上で武田徹也今朝の三枚おろしおはようございます武田徹也ですおはようございます水谷か奈です虎さんとイエスのこう共通点をというね、はい、え、まあ作者の方は米田昭雄さんというちくま書房から出てる本でありますがえ、昨日は聖なる無用性の話から話を始めましたが、はい 今日は私自身もぐらっと来たあの話題でありますが、ええ、2011年3月に道のくあ東日本の大震災があります、ええ、あるいは福島県での原発事故がありまして日本が天野湾や,わんや、はい、ほんで仮設住宅が、はい、でその仮設の中で打ちしおれていく人々なんとか励まそうといろんなことを考えましてある方が仮設住宅の公民館集合場所に プロジェクター持っていくんだよ。うん、見たい映画があったらというんだよ。<ー>で、それは、岩手、仙台、福島あの仮説で全部行われたんだよ。はい、見たい映画ナンバーワン。<ー>もうわかるよね。トラさんだそうなんですよ。うんうん、それは、あのー、避難所の人たちが、こう、娯楽を求めて映画でトラさんを指名したという、うん、そういうふうな見方も、 いい、いいです。気分転換でトラさんが見たかったんだ。それで結構って。はい、ところが、米田さんは、家をなくし、身内をなくし、ふるさとをなくした人々が、すがるようにあの人を見たいっていうのは、気分としては、宗教と同じではないかと。その宗教で神にすがるがごとく、トラさんの姿を人々は求めたのではないか。 はい、そこにこの米田という人は寅さんの中にイエスと同質の宗教性を感じるとこれはね私ちょっとうなってしまいましたねうそうなんだよね人生でピンチの時に見たい映画ってあるんだけど、うん、そんなに何本も浮かぶもんじゃないよねそうですねで多くの人が寅さんにっていうのはう寅さんの中にもしかするとその ある宗教性が映り込んでた。はい。これはね、考えました、かなさん。なんでトラさんに宗教性を感じるんだろう。うん、これは武田さんすごいとこ見つけましたよ。これは鉄野論ですか鉄野郎です。はい。鉄論ちょこっと、ごまのようにまぶしましょう、ね。はい。トラさんに宗教性があるのは当たり前ですよね。だってトラさん、いつやってたいつやってたうん、上映は。ええー、なになにえ いつやってた盆と正月だよ。そうかこのは<っ>日本人が妙に宗教的な顔つきになる二つの季節。盆と<ー>正月。うん、おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。えー、これは一種の文化論でありまして、米田明夫さんという、えー、キリスト教系の方であります、筑麻書房から出ております。はい。 寅さんを重ねるという機種の文化論かなと思いつつこう読んでおりますそうすると不思議なことにやっぱりなんとなく重なってくるんですなうんこれやっぱり宗教関係の方怒られるかもしれませんが割とめげやすいからさ <laughs>、はい、前やんか法然のこと語ってて京都のお坊さんからなんかボロクソ言われてああありましたね結構落ち込んだじゃんはい プロフェッショナルの人からね、ん知らなくて偉そう言うなって言われると、かっくるくるよね、なんかね。そんな意味で言ったんじゃないんだけどっていうね。俺ってやっぱちょっと考え変わった。はい。変えてくれたのはね、内田先生だけど。うん。よくないね。な、えー、何がですかあの、うん、宗教関係の人が、お、俺は法然の専門家だよ名お前知らないくせにラジオで前喋っちゃいけないよって言うじゃん。うん。やっぱそういうのよくないよな。<laughs> あの、<laughs> あの、本当に、まあ。何が本当で、何が正しいっていうのは分からないですからね。あなた、カンさんの言う通り、内田先生が言ってる中でねあの、ユダヤ教にそういう考え方があって、その宗教関係の人が神様を独り占めしないで、絶えず、うん、これはこんな風にも読めるねって言いながら、新しいアイディアをバンバン出して行こうっていうアイディアがユダヤ教にあって。うだから、 う米田さんという方が、トラさんが大好きで、この人はもちろん、キリスト教系の方なんですけども、こういう斬新なアイディアって絶対必要だよね。トラさんというのは創作上の人物ですから、山田洋二監督とか主演の厚美さんのインタビューをやればいいんでありますけども、この著者はそういう方法を選ばなかった。はい、で、あの、男は辛いよ、風天のトラのシリーズの映画を見て、 その印象を聖書に探して重ねてるんですよ。うーん。だから、いや、それは、とかって、あ、あなたのものの見方であってって言いたくなるんですけども、うん、やっぱね、面白いんですよね。トラーさんの中にイエス・キリストが映り込んでいる。あまりにもこう、気を照らいすぎる発想と思いつつも、この米田さんの視点を借りれば、両者が、 思わず似ていることにうななずかざるを得ないという,うわちょっと全然まだ想像がつきませんこの米田さんがおっしゃる指摘で思わずうなずいてしまうのは両者に共通するものそれは聖なる無用性,え無用性うん無用あっいらないの無用性そう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 無用聖なる無用性その「聖なる」っていうところがすごい呼び名ですよね、うんはい 無用性とはイエスにおいて、父なる神を語ること、その愛を人々に伝え、施すことである。愛を施すのである。愛を施すこと。それは、触れることでなく、寄り添うことである。う<ー>トラさんは絶対に触れないんだよね。うん、愛の対象に関しては。そうですね。はい。で、トラにおいての無用性は何かというと、都政人の自覚。うん 義を伝え、施すことである。うん、義を施すとは、虎からその人への贈与、贈り物であって、逆はありえない。うん、その人が何かを虎さんに返そうとすると、虎さんは旅に出るというね。虎、はい、もまた、氷を激しく憎む人であったという。うん、この両者に共通するものは、無用性のみでなく、その物語性。山田作品は監督自らが、 庶民的であらねばと発言するために、いかにも、え世話者、浮世人情者との印象を受けるが、彼の作品の物語は強い再現性、つまり、繰り返し上映や放送、